したようですね。気度の異常については引き続き調査中です。レオ隊長も現場、あなたは先遣隊に接触、任務の確認をお願いします。おい、なんだ、見習いじゃないか。俺たちの任務は通信が。新たな情報です。なんですって、視察団に大至急保護を。ああ、もしお姫様を見かけたら確実。状況の再確認です。現在タルパ労働区にて全部隊を6隊に分け調査ミッションを展開中。各隊隊地別動の広報部隊、また視察団には見つけ次第直ちに保護してください。止まれ。何の用だ。また軌道が勝手なことを。エメライン様、行きましょう。ん？エメライン、またお一人で。本当に。あなた、大丈夫ですか？しっかり。今、食料と水をお持ちします。時間です、エメライン様。労働区の視察はここまでとしてください。支援物資が行き届いていないのです。ここの皆さんを助けなければいけません。その必要はありません。彼らは失われた世代なのですから。失われた世代？定職にもつかず、結婚もせず、子供も持たず、消費もしない。自らの意思で社会との関わりを断ち、命を、人生を投げた者たちです。助ける必要などないのです。随分な言いようだな。誰だ。そうだな、ファントムとでも名乗ろうか。ファントムだと？次から次へと。お偉いさんも学者先生も、だから見てみぬふり。ちょっと兄貴、牢屋にぶち込まれちゃうよ。ないか。民衆の血税は何に使われてる？あんたと陛下のロイヤルウェ。貴様、これ。あなたのお怒りはもっともです。死にたくなけりゃ言うことを聞け。そいつをつけてな。あなたは機動兵団のレオカディオだ。光にさらされた者だけが光を撃てる。お前たちはもう覚醒者だ。俺に続け。エメライン様がどういう。任せとけ。どうなっている。
光に飛び込まれたんだ。あの女はもう人間じゃない。まさか戦えと。放っておけば甚大な被害が出る。覚悟を決めろ。すまない。決める。本気にさせるとはね。よし。ゴーリア。いいね。この力で。じゃあ。行け。すまない。今だ。ダーリア。いいね。決める。よし。こいつはのんびりできないな。これで終わりだ。ダーリア。光は私の後ろに守り抜く。ランサ、私はどうしたら、どうしたらあなたを。武漢経過した今も議会は何も動かない。ここで再生を待つ若者たちを見捨てる気か。誰を生かすのか。神の選択をこの私にしろというのか。一人でも覚醒すれば状況は変わる。少しでいい。誰か動いてくれ。そうだ、思い描くんだ。君の姿、君の命。
よくぞ目覚めた。結果さえ出ればよ。失礼。私はファウス第一の光により被災した。まず現状について共有しよう。人間の肉体では光に助かっても先ほどまでの稀に屈強な肉体と失礼。話がそれた。ともかく光にさらされた生物は光に適合した異形の姿となる。現在光を集まりこの世は必死。次に君の状態について共有。君も覚醒。そして光により今日何を意味するのかわかるかな。式の終わりに各隊世界が危機に瀕してちゃちゃっと行きましょう。ちゃちゃ、まず私から。皆さん適度にゆるかい。次ユルゲンだ。ウィザード隊の隊長となった。だだこねるなってよ。みんな女性隊員め次は私の番。よし、さて。行こうか。一丁やったりなんかしちゃったりして。任せろ。オッケー。よし。任せろ。任せろ。任せろ。なんか新人、ナイスタイミング。
出番か。はっ。せや。終わりだ。くらえ。これはどうだ。後悔させてやる。当然の結果だ。失礼しました。ご武運を。そりゃ盛り上がるってもんよ。はじめまして。私はソフィアだ。光に関する。いいだろう。私の研究成果を見せてやるぞ。受け取りたまえ。いいだろう。私の研究成果を見せて。いいだろう。私の研究成果を見せて。いい結果が出たようだな。では次の。次は実際に身につけるぞ。これも考えろ。
君に最適な装備を教えよう。何？うん、完璧だ。それでは。まあ、もう少し教えたいこともある。セイリーのところに戻って。それでは、幸運を祈る。お疲れ様です。装備は整ったようですね。早速ですが、任務に当たってもらいます。現在我々機動が目的としているのは、あなたにもその詳しくは後ほど。機動車両、テステス、聞こえますか？テステス、通信状態を確認中。通信問題ありませんね。では早速あなたへの任務。ちょっとちょっと、どいてー。どうしました？あーちゃん、バーシー、またあなたですか？駆け込み乗車はあれほど危険だと。ごめんセイディ、任務に遅刻するかと思って。っていうか、あなたは大丈夫でした？再確認しましょう。落ち着いて。よし。あれ、ねえねえ後輩くん。うんうん。備えろ。お手知らず。
こずったな。出番か。くらえ。これはどうだ。当然の結果だ。気をつけて。おっしゃ、やるか。やれやれです。来るぞ。はっ。終わりだ。下がれ。甘い。チェア。くらえ。期待してるぞ。小手知らず、消えろ。よく勝てたものだ。出番か。ふっ。後悔させてやる。甘い。本気で行くぞ。これはどうだ。はっ。本気を出せ。終わりだ。当然の結果だ。よし、いっちゃあがり。